夏休み中年弁舌コンクール、私を変えた一本の映画、プリンシパル恋する私はヒロインですかを見て、チョム加藤、最高最大の物語、真っ白な世界、これから始まる何を描こう。皆さんはプリンシパル恋する私はヒロインですかという映画をご存知でしょうか。原作は生海綾、マーガレットのコミックで出ています。私がこの映画を見たきっかけはふとした違法視聴でした。ですが私はこの映画を見て強い衝撃を受けました。どのような話かと言いますと、東京の高校でうまくいかなかった女子高生志麻が北海道の高校に転校して、イケメンながらオラオラ系の王子様キャラゲンと、フェミニンな天然な魅力を持つイケメンな高校生ワオとの交流を通じて、なんやかんやあっていろいろ自分らしい高校生活を送るというものです。正直言いまして、最初はこういう映画いけすかないなと思いました。どうせ美男美女がイチャイチャする映画だろうっていう印象でした。ですが元君役の小滝のぞむくんがあまりにもかっこよくて、妹に電話しました。もしもし妹よ、ジャニーズ W の小滝のぞむくんってかっこいいな。そうしたら妹はジャニーズ WEST だボケと言って電話を切りました。これもちょっとした夏休みの面白いエピソードですよね。私がこの映画でどんなところに衝撃を受けたかというと、孤独な女子高生島がクラスの女子からはぶられて孤独に悩んでるところを、玄君はさりげなく初詣に連れ出して気を使ったり、ワオ君は飼い犬と仲良く遊んだりするところです。しかもこの島さんは彼らが気遣いをしてくれたということに気づいて、ありがとう、私が寂しいと思って気を使ってくれたんだよねってお礼を言うんです。私が17歳の時、こんな気遣いはできたでしょうか。いいえ、できません。同級生の女の子が弱っていたら太もも見えねえかなとか、今なら一撃で倒せるかも程度のことしか考えつきませんでした。また相手が気を使ったとしても、その気遣いに気づくことなく、こいつ俺に親切にするとは何か企んでるに違いない、そんな高校時代を送ってきました。そしてなんやかんやあって、志麻さんは玄君のことをちょっと好きなんだけど別の男子とちょっと付き合うことになったり、玄君はまた別の女の子と付き合うことになったりするんですけど、これからはもう好きから逃げないと一大決心をして、志麻さんは告白をするんです。だから私も告白をすることをしました。これからもう好きから逃げない。そして24歳年下の同僚に告白して、明日自主退職することと相成りました。これが私の人生を変えた一本の映画という話でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。少しは焦ってふーってなった後、まあ話したいことがいっぱいあった。